我々の動画にも出ていただいたことのある、はい、うん、あの INTJ の女の子、はい、その子がいいねってしてたツイートで、はい、ある人がですね、はい、恋人が欲しい、うん、結婚したいという表現を見ると、うん、恋人、配偶者という枠の中に、うん、突っ込める存在が欲しいのかと感じます。私の場合、うん、恋人が欲しい、うん、結婚したいは特になくて、うん、相手との関係の中でこの人に恋人になってほしいなと思ったら恋人という枠が生まれる感覚ですとあったんですね、うん、私これを見た時に、うん、何回読んでも意味が全くわからなかったんですね、うん、初め下ネタかと思ったんですよ突っ込めるとか枠突っ込むって書いてあるけどこれ下ネタかとか思って、うん、で下ネタですねって入れようとしたんですけど、うん、いやこれは何か違うぞと。違いますよ多分ね、この下ネタですねって打つと何て言うでしょう、もう親父ってすぐ下ネタ話じゃないですか、はいはい、あ、そう、俺それだなと思って、うんうん、それ認定されると思ってやめたんですけど、はい、これ何を言ってるんだろうと、うん、でちょっと分かりました、読んで、まあなんとなく分かりますよ。でもこれ、うん、あのね、僕はこの本田式認知特性で、うん、何かというと、うん、映像にしがちな人、うん、何か情報を得ると、ね、うん、話動画にして、うん、それを理解しようとするんですね、うん、何遍あってもこれが動画にならなくてですね、でようやく何十回と読んで、うん、ああなんかその恋人っていう枠、うん、枠というか、うん、そうか、出走枠ですね、競馬でいうところのガチャンってゲートが開く、はい、ああいうのに恋人枠とか友達と枠とかがあって、うん、あ、それが人には元から備わっていて、うん、っていう人がいて、うん、あ、この人はそれがないなっていう話をしてるんだっていうのがめちゃめちゃ時間がかかったんですね。で、かつこれはその脳の認知特性なのか、うん、この要は INTJ の感じなのかなと思ったんですよ、はい、要は T が入ってる人、うん、僕、まあ、あの多分 T が 0% なんですけど、はいはい、はいはいって言いましたね今。いやいや、それ悪口ですよ。同意しただけです今、まあ、謙遜です、謙遜、続けてください、謙遜です、今ただの相槌です申し訳ございません、はい、今このツイートの主がですね、うん、あの多分かなり高 IQ らしくて、はい、ああ、俺どうせねえからさって、うん、いうのがちょっと刺激されてですね、勝手に、はい、勝手に刺激されて、はい、あのちょっと攻撃的になってしまって申し訳ございませんでこれが、はい、INTJ のなせる技なのか、うん、この見え方の違い、うん、私は自分のことを ESFJ、うん、なのか、まあ、この16タイプとかだと、はい、ESFP になるんですね、うんうん、あの全てをエンターテナーにしてやれと、ピーカーエンターテインメントにしてやれみたいな、はい、ただカーシー博士、うん、また別のところでは、うん、行動で見ましょうみたいな、あなたの行動はもう J ですってなるんですね、うん、ただまあそれはちょっと分かんないです、うん、が僕から見るとこのさっきの話、うん、恋人が欲しい、結婚したいという表現を見ると、うん、その人の中に枠があって、うん、っていうことも僕考えたことないですし、うん、でこの人の場合、主の場合、うん、ツイート主、はい、恋人が欲しい、結婚したいっていうのは特になくて、うん、相手との関係の中でこの人に恋人になってほしいなと思ったら、うん、恋人という枠がドンって出てくる感覚です、うん、でなんかいいねみたいなことやってて、うん、隊長、その恋人ってどういう感覚ですか、はい、うん、どういう感覚、恋人が欲しい、結婚したいっていう表現を見るとどう思います、うんうんそれ恋人が欲しいと思ってるかどうかの違いなんじゃないかなと思いますけどね。そうなんですよ、うん、これ多分ね、時代もあるなと思うんですよ、うんうん、我々、うん、あの昭和49年生まれ50年、はい、で、バブル崩壊ぐらい1990年ぐらいの時に、うんうん、中高生、はい、あの盛りの時代ですね、はいはい、の時って、うん、もうなんて言うんだろう、恋人は、はい、あるものみたいなので育ってません、うん、そんな感覚もあまりないですか、その感覚も、なんだろう、その好きな人とかいないときは、はい、
恋人が欲しかったら恋人が欲しいってなるわけじゃないですか。好きな人がいないときは、はい、恋って言いましたよね。はい、好きな人がいないとき、いないときは特定になんかいないときでも、はい、彼女が欲しいって思うじゃないですか。思ってます。思うじゃないですか。思ってます。それのことですよね。それのことだと思います。うん、で、まあ、特定の相手がいないとき、独身のとき、はい、まあ、将来結婚したいって思うわけじゃないですか。思うわけじゃないですかが、僕は思ってましたけど、はいはい、まあ、思うかどうかはあれですけど、はい、あ、まあ、そこは僕も分かんないな、はい、っていう枠があるかどうかって話ですよね。そうですね、うん、欲しいものなんですよ。で、うん、枠だとは思ってないんです。欲しいと思ってるかどうかが枠って表現する、まあ、表現の違いじゃないかなっていう感じです。これまた体調が出ましたね、はい、あ、だからこう結婚したいと思ってない人は いっぱいいるわけじゃないですか。その人に結婚をしたいって思ってない人まあ、結婚したい結婚願望がない人、はいはい、うん、ない人っているじゃないですか、はい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 、でその人たちって結婚相手っていう枠はないと思うんですよ最初から。はい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 、はい、うん、だけど彼女が欲しいとは多くの人は思ってるじゃないですか。思ってる、思ってますよね多くの人は、まあ、100% ではないですけど、まあ、多くの人は思ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でその多くの思ってる人には恋人枠があるんじゃないかなってあで恋人は欲しいけど結婚願望はない人はとりあえず恋人枠しかないけど、付き合ったらその人がその人と結婚したいと思うかもしれないじゃないですか。そうするとそのそっちによるんじゃないかなっていう。最初なんかこの人たちともちゃんと理論で話せそうですね。はい、なんかそんなの、うん、自然のことなん、自然のことじゃんと思うんですよ。自然の摂理だよと、はい、そんなの、うん、枠とかじゃないんだよ。その自然の、まあ、だから僕は単それを表現してるだけですよ。恋人が欲しいと思ったら恋人って枠が出来上がってる感じじゃないですか。だから欲しいと思った時点でそこにこう何かを冷たくなるわけですよ。でのこの主のね、うんうん、要はこの人は恋人と、うん、恋人が欲しい、結婚したいという表現を見ると、うんうん、恋人、配偶者という枠の中に突っ込める存在がお前ら欲しいんだろっていうふうに見えるんですね、うんうん、僕からは。あ、まあ、そういう意図で言ってるかもしれないですね。要は恋人が欲しい、結婚したいという表現を見ると、うんうん、恋人、配偶者という枠の中に突っ込める存在が欲しいのかお前ら、うんうん、あ、って書いてたい、ごめんなさい、単純に読むと、はい、ごめんなさい、もう一回今感情が多分感情が出ちゃってしまってすいません。フィクションですよ、ストーリーを作り上げた。すいません、ちょっと冷静に読みますね、はい、この人のツイートの元は恋人が欲しい、うん、結婚をしたいという表現を見ると、うん、恋人、配偶者という枠の中に突っ込める存在が欲しいのかと感じます、うんうん、私の場合恋人が欲しい、結婚したいは特になくて、相手との関係の中でこの人に恋人になってほしいなと思ったら、うん、恋人という枠が生まれる感覚ですって言って、うんうん、僕はこれを読むとなんか、あ、まあ、だから微妙に僕とは全然違う、なんか微妙に全然違うっていう、恋人が欲しい、はい、なんかその枠の中に突っ込める存在が欲しいっていう書き方が悪意があるねと思ったんですよ、うん、あ、そう、こう誰でもいいわけじゃないんですよ。あ、でも枠はある感じもするじゃないですか、うん、あの言ってることは分かるし、はい、うん、あの、この言い方がここに入るもん何でもいいんだろうみたいなっていうと、何でもいいんだろうって言われると可愛い子なら何でもいいみたいな側面もあるわけじゃないですか。でそうやって言われてる気がするわけじゃないですか。そうそう、見たなって、そこに、あ、見たななのか、そうじゃねえなのか、はい、でそうじゃねえもあるわけじゃないですか、うん、そうじゃねえもあります、好きもある、だからこう当然ありますしね。そう、だからこの人が好きでこの人が恋人になってもらいたいっていう、だからそっちの意味もわかるんですよ。で、うん、顔で好きになったとしても、うん、そうじゃない時もあるし、いろんな好きがあるわけじゃないですか、はいはいはい、そのこの感情をね、うん、なんかないがしろにした感じがして、うん、でこの辺が INTJ なのかっていうのはちょっと強引でしたかねINTJ の子がいいねしてたからって、はい、あ、リッスンさんはそう INTJ で、まあ、はい、そのリッスンさんも、うん、INTJ は、うん、INTP が温かい機械で、うん、INTJ が多分冷たい、うんうん、なんとかヒューマン、うん、冷たい人間だってなったので、うん、INTJ だというのもありますと、はい、枠、世間体じゃねって、世間体のことを言ってるのかどうかって話ですよね。もう分かる、そうですね。で世間体だったら僕はその枠はないですけど、意図として
なんかお前ここに欲しいんだろっていう枠が恋人枠と、僕もそういうふうに見てます、はい、どこか霊障的なものを感じますよね。そうなんですよね、うん、そのことに興味がなかったらその概念に気づかないけど、寂しいとかそういうのを解消したいというモードになった時に気づく感じはバクってなるのかなと。だからそこがなんかまあどっちもわかるんですよっていう感覚です僕。もうかあなたはねどっちにも立つしね、僕、うん、出したものは全部反対するしねあ反対してるっていうか逆もあるよっていう、そうそうそう、僕は、ね、逆を出されると反対って言っちゃう言っちゃう脳みそなんですよ、はい、その恋人が欲しいって思った時にそれを枠って言ってるわけですよって捉えたの、はいはい、はい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 、うん、恋人が欲しいよねって言ったら、あ恋人枠があるのねあなたにはみたいな。でも恋人が欲しいはありますよねって、ギターが欲しいと一緒ですよ。ギター枠があるんですねでもギター枠があるわけじゃないですもん。でもまあギター枠はギター枠でたくさんのギター枠がありそうですけどねまあでもそれがあったりなかったりじゃないですか、はいはい、でギターが欲しいと思わなければその枠が消滅したりとか、クリスマス前にとりあえず彼氏彼女がいればいいんだろう的な、まあ、これはなんか高校の時とかはあるんですけどね。でもそれって枠っていうよりは願望じゃないですか、うん、願望とかなんか、はい、でここ枠があってそこに押し込めたいわけじゃなくて、寂しさじゃないですかそれは、うん、なんか 枠っていうよりは願望に近いのかなみたいな、ぬくもりが欲しいんですよはい、枠じゃないぬくもりですいやそれを枠って言いますって、はい、いやいやなんか多分僕の感覚とは違うなっていう、枠なんて見えたことないですよ。あ、もう一回どうぞ。あ、どう？違うんですね。多分僕の感覚とは違うなっていう、ぬくもりが欲しいとかでもない。まあ大丈夫ですごめんなさい、はい、自覚で INTJ のリスノさんが、はい、好きだとか恋人だとかって一緒にいたいとか話をしたいとか触れたいとか他人と話していると嫉妬するとかそういう感情の集合体なんだろうと思います。はい、もうなんかね、あ、それは分かりますよ。なんか仲良くなって好きになった、付き合いたいっていうのと、そういう人がそういう対象がいない時に、あ、彼女が欲しいなみたいなのは両方ある、両方ありますよ ね、 なんかね、動画にならないんですよ。どういうことですか、このリスンさんの文章が。どういうことですか。あ、頭の中で、頭の中で全然入ってこないんです、うん、あ、言葉面だけ追うと、うん、うん、なんかなんとなく理解はできるんですけど、はいはいはい、なるほど。ある人に対してそのような感情が同時に起こってきたら恋人になってほしいという枠ができる、うん、って言ってるんですよね。そう、その人はだけどで、ま、分かるって言ってるのが、うん、なんか INTJ の子だったので。でもこれも分かるじゃないですか。ん、好きな人ができた時に、はい、あ、この人に恋人になってほしい、はい、っていう気持ちは普通に分かるじゃないですか。はい、わかりますよね、うん、それと彼女が欲しいって、まあ、あるじゃないですか。同時にというか、好きな子がいたらその子ですけど、はいはい、その人がいなければなんか彼女が欲しいな恋人が欲しいなっていうのはあるじゃないですか。でもまあ先ほどの主が言えて妙なのは、うん、はい、好きな子がいました、はい、でこっちから例えば、うん、可愛い子が来て、はい、可愛いなと思ってる子って高校の時なんて、うん、バーってみんなたくさんいるじゃないですか、はいはいはい、こっちの子が好き、うん、でこっちの可愛い子から告白された、うん、この子でもいいってなるわけじゃないですか、はい、っていう時のこれって枠だって言われると、うん、枠かもねとも思うんですねそれはでもこうこっちの理論でいくと、はい、好きな人ができた恋人枠が出来上がるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、でもそこに口喧嘩強そうですね。そこに違う人が入ってくるって話ですよねそうですね。それ枠って言っていいんですかって感じじゃないですかそれそもそも枠じゃないって話じゃないですか。隊長ごめん、僕に言われてもねなんかはいはいって言うしかなくてうん、はい、なんかこの感覚的にそれは彼女が欲しいっていうのは彼女が欲しいっていう概念、この人に恋人が欲しいっていうのはこの人に恋人が欲しいっていう概念だって枠ではない気がするって話ですよごめん、その枠のない人間にそもそもあ、だから枠もないですよ。ああ、はい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 、年齢によっても恋人が欲しい理由が違う、うん、恋人が欲しい理由が違うなんてあります？恋人って一つですか、目的は。すでにえ、だってぬくもりじゃないですか。ぬくもりと信頼ですよね。まあそれ以外にもいろいろあるじゃないですか。
打算ですか、金ですか、あの遊びに行きたいとか、一緒にね、一緒に思い出を一緒に紡ぎたいっていうことですね。はいはい、うん、確かに年月積むといいですよね。はい、ごめんなさい急に今何を言ってんだろう。はい、はい、だその辺のバランスが微妙にいろいろ。でも若い時はどっかに遊びに行きたいとか一緒じゃないですかね。10代の時と20代の時と、うん、行くところが違うかもしれないんですけど、持ってるお金が違って、でもやりたいことってそれそのこれはどこにもついてくるかもしれないです、はい、心以外もあるわけじゃないですか、うん、とこの人と付き合いたい理由これだけじゃないですよね。でも一緒じゃない、何が違うんだろう。あの遊びに行く目的とかじゃないですか、こう遊びの趣味みたいな。高校の時と一緒ですよね。一緒、あごめんなさいちょっとねこれを、うん、ここの大元、これ大元って何ですか。その大元教は大元はぬくもりですよ。ぬくもりですよ。はいはい、ぬくもり、はい、はいはい、ここはまあどこも常にあるかもしれない、はいはいはい、けどそれにそれ以外の部分は以外の部分も全部一緒ですよね多分。やりたいことなんて何一緒じゃないですよ。高校の時と相手によっても違います、はい、相手によっても違うじゃないですか。でも恋人ですよ。恋人ですよ。付き合ってからですよね。付き合ってからやること一緒ですって。そんなだからここは違うか、あここは一緒かもしれないけど、はい、ここ以外は学生の時と社会人では違うじゃないですか。行く場所が違うだけですよね。行く場所が違うのは違うって言って、でも目的が違うって書いてありますね。目的がだからこういうことで遊びたいとか、あもう全く全部一緒じゃないじゃないですか、うん、行くとこが違う、ここしか見てなければ一緒って言えるけどあもう全くわからないです、はい、ごめんなさいねちょっと今 INTJ の読めって思ってる人が、はい、本当はなんか、はい、あの INTJ って見ると、うん、よくドアスラムって出てくるんですね、はいはい、その話も しなきゃと思ってたんですけど、はい、だから INTJ は恋愛だけでもいけますね。まあ恋愛だけでもいけるんですよきっと。